デッド・ケネディーズはアメリカ合衆国のハードコアパンクバンド。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。ジェロビアフラの個性的なボーカル、政治的でアナーキーな姿勢、風刺やアイロニーに富んだ反体制的な歌詞で人気を博した。ロカビリーやサーフやカントリーのルーツを隠さない、時にはロックンロールな、あるいは極めてスピーディーなハードコアパンクをファーストアルバムで演奏した。 ミニアルバム、インゴット・ウィート・ラスト・インクで、ハードコア色がさらに強まり、以後の US ハードコアパンクに影響を与えた。元ボーカルのジェロビア・フラデット・ケネディーズは1978年6月、ギタリストのレイ・ペッパー・レルが出した、バンドメンバー募集広告に集まったメンバーにより、結成された。バンドは、ボーカルのジェロビア・フラ、ベーシストのクラウス・フローライド、ドラマーのテッドからなり、 当初はザ・シャークスを名乗った。彼らは地元で多くのステージを行い、1979年10月に最初のシングル、カリフォルニア・ユーバー・アレスをオルタナティブ・テンタクルズからリリースする。彼らは続いて東海岸のツアーを行った。彼らはデビューアルバム、暗殺のリリースに先立って、ベエリア・ミュージック・アウォーズへの参加を依頼された。またアルバム、 フレッシュフルーツフォーロッティングベジタブルズはイギリスのチャートで3位となりグループ結成25周年の記念 CD では55部の DVD とメイキング映像が付録として追加された1990年代の終わりにバンドのメンバーとオルタナティブテンタクルズレーベルとの契約に問題があることが発見されたメンバーに適切なロイヤルティをビアフラが支払わなかったとして例 ペリグロ及びフローライドは問題の解決を試みたが、結局は訴訟問題に発展した。ビアフラは敗訴し、他のメンバーへの適切な報酬を支払うこととなった。またバンドの過去のカタログの権利をメンバーに明け渡すことを強いられた。この論争は関係者全員によって熱く争われた。そしてパンクロック界でもニュースとなった。 最終的に彼らの関係は気まずくなることになり、2005年現在、解決に至っていない。3人がバンド再結成で和睦することをジェロビアフラに依頼したとき、問題が発生した。ジェロビアフラは彼らがかつて電話をしなかったことで、再結成は問題外であると考えた。2001年には、ブランドン・クルーズがビアフラの代わりのボーカリストとして礼。 ペリグロ及びフローライドと共に活動を始めた。この新たなバンドはデッド・ケネディーズなのか、それとも単なるトリビュートバンドなのかどうかで多くの議論となった。しかしながら彼らはデッド・ケネディーズの名称同様にビアフラを含んだオリジナルラインナップと区別するため DK ・ケネディーズのバンド名で活動した。多くのプロモーターは不用意にデッド・ケネディーズの名称で広告を行った。 再編成グループはアメリカ大陸、ヨーロッパ、アジア、南アメリカ、ロシア、日本でライブツアーを行った。その後、ボーカリストは交代があり、2003年からジェフ・ペナルティ、2008年からロン・スキップ・グリアーが担当している。ありがとうございます。